3、2、1、0。9月の22日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いできるように頑張ってます。今日も昆布でーキュッ。9月の22日、今日はカーフリーデー。ところでフリーといえば秋だけに食欲旺盛です。お腹たっぷり。わかった。身内が恥ずかしいことをしたときにやっちゃいけないんですけど、ついついしちゃいますよね。それは他人のフリー。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用、志、お供えのご注文が増えてます。法事、ギフトはお任せください。この時期、海鮮丼ぶりに青み山椒の佃煮がぴったり合います。海鮮丼ぶりに青み山椒の佃煮をたっぷりとたっぷりとかけます。あとは食べるだけ。本当に効かります。あなたもしびれる美味しさ味わってみませんか。店長まっちゃん、最近髪が置いてくるってよく言ってます。いっぱい髪がいるもんです。